せーの、スウェイ。どうも、アリシャンです。どうも、マナです。どうも、サオリーです。イエーイ。そして、せーの、近かった。そして、せーの、下町、上町、中町です。コラボですね。はい、お久しぶりですね。それです。まあ、はい、久しぶりって言ってもプライベートで死ぬほどあったから本当にそうね。コラボしなくていっかっていう、ね、うん、感じになっちゃったんですけど、動画ではね、うん、久しぶりということで、うんうん、そうね、中町兄弟の方のチャンネルでは、うん、まさかの一緒に案件の動画を、そうね、ありがたいですね。ね、でも案件だからといって、あの中身はしっかり、はい、あのお話をさせて、普通の動画なので、はい、させていただいて、なんか恋愛の質問を募集して、うん、恋愛とかの質問を募集して答えたんだよね、うん、で、あまりにも一個一個の質問長く答えすぎて、うん、あのとんでもない数の質問に答えられてないので、はいはい、2個しか答えなかったから、はい、本当にそう、なんでほとんどが JP の恋愛の話だった。どこだよ誰が気になるんだよじゃあちょっとこっちではこの質問をもらったやつをまた引き続きちょっと使わせてもらって、はいはい、選んだのでそれにも答えつつ、ご飯これタコライスでございますよ。めっちゃうまそうでしょ。見えてるからうまそうだよね。これ X で見て、うん、ちょっと真似したくなりました。でももうほんとご飯敷いてキャベツ切って、これはウースターソース、あれレタスか、レタス切って、うん、ウースターソースとケチャップとちょっとニンニクと醤油入れてるだけです。マジで美味しそう。簡単にできたからね。簡単にできたので、うん、これを食べつつ、アボカドもあったかも。ついね、アボカドのステも美味しいということで、はいはい、じゃあちょっと食べますか。一回ね、あのスターアイはちょっとダイエット中なんで、はい、まあそんな時もあるね。いらないの。うん、まあ味見したんでさっき。そんな程度でいいの。私ファスティング中なんで。えぇ、ファスティング中はもう食べちゃう。ファスティング中なの。いや、うちは全然朝マック食べてた。あ、だから、あのさ、いい、何してんのよ。マック食べてきてからここでちょっと調子、調子直してね。で、ちょっと、あ、なんかちょっと、しゃもじなんか、なんかあ、スプーンで大きい。でかすぎ。え、本当に大丈夫。いらない。あ、大丈夫です、うん、よだれ出ちゃう。切り抜かないよ、前の3人だけ食べ過ぎて食べなさすぎ、うん、これがちょうどじゃん、ちょうどのやつじゃん。ちょうどのやつ。これのやつ。これよ、これよじゃん、もうそれは。あ、そう。はいはいはい、JP さん、JP さん。あれ、俺トマト嫌いだよ、それ嫌いあるじゃん。はい。トマト嫌いなんだ。お兄ちゃんなのにたまにそういうなんか、そういうところあるんだってちょっと安心した。好き嫌いはあるの。うわ、え、うわぁ。甘くないですか。ちゃいました、私が焼きました。うまいじゃん。え、ヘラヘラの中で一番料理がうまいのはサオリンとアリシャンどっちなの。え、ジャンルが違うよ、なんか作るもの、ね、あ、そうなの。マリナちゃんはしないもんね。作らない。作らない方だもんね。作れないんじゃない。作らないんだよ。作らない、あえてね。あえて作らない。カルボナーラとかうまいもんね、持ち出せば、ね、でもなんかどこか場所によって味が変わってくる。なんかさ、現場によってめっちゃ全然違う味のものになる時もあれば、すげえ成功する時もある。動画撮ってるとね、ダメなの。そう、ダメ、喋っちゃうからね。動画だと集中することいっぱいあるからちょっと黙っててって感じだよ。ちょっと取ってあげようか。あ、チーズ。わあ、チーズもあった。これチーズ、ワンちゃん今いけんじゃない。これタコライスチーズ、チーズ、チーズ、え、なにタコライスチーズなんですよ。何チーズ。パラパラのチーズある。あるね、これ賞味期限大丈夫。大丈夫、大丈夫。あ、もうだいぶ、あれ、やばいやばいやばい、2020年2月だ、ダメだ。粉チーズ、粉チーズ、粉チーズない、粉チーズない。あれ、なかったっけ。バター、バター、バターだね、バターだね。じゃあない、じゃあない、じゃあない。諦めろって。文句言うな。諦めろ。諦めろ。取りに行って。あ、ありがとう。え、本当にちょっとも食べない？うん。でもキャベツはいるよ。ちょちょ、お二人に聞いたの。キャベツ。俺の盛り方だけちょっと。すごい。味はね、変わらないからね。食べていいですか？はい。いただきまーす。いただきまーす。じゃあそんなサオリンに質問を読んでもらおう。あ、分かった。おいしい。これは恋愛の質問が来てるんですよね。とか、まあそうですね、主によくみんなが言う相手のことをリスペクトして付き合ってるって例えばどこ。はい、これあや。あやのさ、あやのさ、あやのさ、攻撃するときに。いや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 、言わないでですよね。そう、絶対あやを攻撃したいだけで。うん、まなんかさっきあやはリスペクトできる人と付き合いたいみたいな話が出てて、そのリスペクト具体的に何ってことだよね。そう、はい、確かにいろいろあるじゃん。結構これは大事よ、みんなあるんじゃない。え、だからリスペクト、何か頑張ってて、うん、何かに成功した人。例えばそれは、うん、頑張ってて駆け出しじゃダメなの。
売れてないまだ俳優さんででも本当に一生懸命頑張ってる。あ、でも頑張ってれば全然大丈夫。ああ、なるほどね。駆け出しでも、うん、でもじゃあ絶対やり方は間違えてるのに、うん、ずっとそれに対して頑張ってる人は、あー、多分おそらくこうじゃないんだろうなっていうやり方で、やり続ける。なるほどね。でもなんか基本は駆け出しっていうよりも、うん、もう成功してる人が好き、人、を結構見ちゃうから、なるほどね。駆け出しには気づけない、そのリスペクトに私はまだ、はい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 、正直、うん、確かにリスペクトまだしてない状態だもん。そう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 、何かに向けて頑張ってるも結構惹かれるな。うちはシンプルに自分にないものを持ってる人っていう風に見ちゃうかもしれない、うん、あーでもそれもあるかも、何でもいいのそれ、うん、それは何でもよくて、例えば英語が喋れるとかでも良いし、なるほどね。もうなんか例えばもうスポーツがうまいとか、うん、あと早寝早起きできるとか、はいはい、そこまででもいいのね。そう、それでもいいの、うん、自分にできないものができる人がすごいと思っちゃう、はいはい、それに対してリスペクトね。そう、例えばなんかうち家具とかの配置苦手なの、うん、でサオリンとかすごい得意だし、うん、それでもすごいなって思うの。確かに確かに。男の人とかでも、うん、もう超シンプル、背が高くてどこのコップ取れるとかで、あー、なるほどね。ありがとうございます。そう、JP で言うと連絡がすごいマメじゃん。でそういうのもすごいなって思う。ああ、なるほどね。でもそれがいっぱい重なって大きなリスペクトになる。はい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 、そのちっちゃい1個のリスペクトじゃ弱いもんね。うん、だからそうそう、いっぱいいっぱいいっぱいだから。JP だと手が大きいしかないから。返信褒めて、返信褒めてるから。返信褒めた。あともっとこれがいっぱいあったら、うちはもしかして JP のことがすごい好き。ああ、なるほどね。好きじゃん、うん、好きじゃない。ないよ、だって顔イケメンが好きだから。あ、なかったわ。なる、こいつら4人だよ。4人だ。でもいっぱいリスペクトあるんだけど、その顔がタイプじゃないのっていうので、もう脱落する。じゃあ顔じゃん。まあでも大体そうだよね、みんな。うちも、あの、ジンタンと付き合ってる時、うん、自分にないもの、はい、なんか編集能力とか、うんうんうん、動画の意気込みみたいなのが、うんうん、自分も頑張れる、うん、家庭になる。はいはいはい、なるほどね。そう言ってたよ、うん。男の人って、うん、女の人に対して の, そのリスペクトっていうのは求める、その好きな条件として結構求めてる人めっちゃ多い、うん、でもさ、なんか分かんないけど、その男の人はちょっと上に立ちたいというか、うん、引っ張っていきたい人が多いから、うん、ある意味自分がこう助けてあげたいとか、うん、頼りにしてほしいから、ちょっとグイグイなんていうの、リスペクトある女性とかっていうよりも、うん、ちょっと助けてあげたいなって思えるような弱い子の方がモテるというか、好きになりやすいっていうのを聞いたりする。なんかね、意気込み、仕事に対しての意気込みかも。例えば、うん、付き合ったら仕事辞めるってリスペクトできなくなるみたいな。その収入とかどうでもいいの、成功してるとかどうでもいいの、うんうんうん、けど付き合うイコール仕事辞めるとか、結婚イコール仕事辞める専業主婦、うんうん、みたいなところに対しての意気込みにリスペクトができない。お子さんができて、子供を本当に一生懸命育てたい、仕事辞めるなら分かる、結婚したい、仕事辞めたいからとか、その仕事の意気込みが、うん、そのなくなる人たちは嫌だよねって話す。だから昼食で看護師さんとかで給料安いか分かんないけど、うん、その高くお金を稼いでなくてもいいけど、うん、仕事をしててほしい、うん、普通に何かにな頑張ってほしい。そう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 、ある意味じゃ一個のその自分を持ってる人っていうことじゃない、うん、それってだから仕事に夢中に なってるとかじゃなくて、例えばその人が仕事じゃなくたってもすごい趣味とか、うん、何か別のものに没頭するものがあれば、そう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 、そういうこと。自分にあんまりこう執着してほしくないっていうのが、うん、うん、そうかもね。自分を一番の優先順位にしなくてもいい。あー、何か頑張ってて、プラスアルファで生活に僕がいたらいいなっていう。え、待って、MBTI 何？ ENFJ。 え？指揮官？主人公、うん、主人公か、ぽいわ。うん、よくぽいって言われる。そんな感じがする。まあ、全然あんま関係ないですけどね。聞いたところで、そうなんだ。そうなんだ、しか分かんない。知らねえし、あんまり。いや、1回3人の出てるみたいな。知ってる？うん、こんなん。うちは、うん、討論者。うん、ぽい、うん。めっちゃぽい。え、なんだっけ？ ENTP。ENTP。うちなんか分かんない。冒険家。ああ。なんだっけ？愛、え？こっちだっけ？分かんない。愛、愛。愛。でも、誰とでも仲良くなれるやつだね、冒険家。黄色、黄色？うん。そう、2人でさ、それ聞いてさ、どういう人か分かるの？なんか分かる。なんとなく結構種類あるよね。うん、サオリンは一擁護者。ああ、擁護者ね。
SFJ 気にしいなんだっけ。うん、てかなんか見すぎて疲れちゃう。はい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 。まあそれによっても変わるよな。え、あやちゃんは？あ、ESTP 企業家。おい、あんま分かってないね。名前的にっぽいよね。なんだっけ。はい、え、でも結果リスペクト答え出たっけ。男の人からしたら、うん、まあ JP からしたら自分を持ってる人で、うん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 、俺を一番に考えなくてもいいよって思うぐらい、ね、何かにこう持っとってか、こう夢中になれてる人、はいはいはい、頑張ってる人。そうだね、そうってことだよね、うん、で、うちらからしたら自分にないものとか刺激になる人、うん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 、がリスペクト行動っていうか、うん、かなって思います。なるほどね、わ、はい、かりやすい答えでました。はい、じゃあ次いきますか。はい、手に入らなそうな男の人にしか魅力を感じなくて付き合いたいけど付き合いません。うーん、どうしたらね、はい、理想高いんだよ。その子はってこと。手に入る超モテ男の人しか魅力を感じないから。あー、なるほどね、高嶺の花ばっかになっちゃうみたいな。ESTP じゃない。 ESTP じゃん。 ESTP の説明文によくこれ書いてある。 ESTP なんだっけ。起業家で、うん、明るいやつみたいなが、こういうのタイプなんだ。うん、なんかっていう。え、じゃあ、あやちゃん実際そうなの。でもあやはね、違うの。恋愛観は ESTP 全く変わらない。あ、そうなんだ。うちはこれパッと見て、手に入らなそうな男の人に言ってる自分を好きなのかなって思って。あー、やっぱ。あー、なるほどね。だからその男がすごい好きというよりかは、その男を手に入れたい自分が好きみたいな。あー、なるほどなるほど。それで手に入らなそうって山崎賢人とか違うってことだよね。まあ、そこは手に入らなすぎる。現実味じゃない。実際会える人ってこと。だから、うん、学校でいう一番の人気者、一番こう、そうだね、目立ってて、イケメンで、うんうんうん、部長やっててみたいな人を好きになるってことでしょ。だから逆にそれが行き過ぎると手に入らないものが好きってことは、もうすでに誰かの手に入ってるものが好きになっちゃったりもする可能性がある。あーね、とか、うんうんうん、学校の先生とか、意外しちゃいけない、手に入らないじゃん、禁断、はいはい、そう、禁断な刺激、うん、ちょっとそれやっぱ刺激だよね。確かにな。しかもさ、こういう子ってさ、だいたい手に入っちゃったら違くなるじゃん。そう、なんかね、そうなのよ。へぇ、なるほどね。あれ、あれじゃなくて、そうなのよ、ちょっとそうなのよ。そうなんですよ。そうなんですよ。手に入らない、違う。刺激あるの、あれちゃんは。ずっと狙ってて手に入ってたら違うんだよ。それは、うち、超、まあ、昔の話だけど、うん、中学校の時に超昔だな。大変前だよ。超昔だな。じゃ分かりやすい例がこれしかないんだけど、部活で、うん、もうめちゃくちゃ足が速くて、もう1、うん、県大会1位とかを取ってた男の子がいたのよ、うん、で、みんながこう、その人の短距離走の選手だったんだけど、うん、その人の試合を見るたびに、みんなに走るって見に行こうみたいなのを絵に描いた、絵に描いたやつだったの、うん、もうみんながこんなにこうかっこいいって言ってるから、もううちも好きになるわけよ、うん、いや、もう学校、中学生とかそうじゃない、みんながかっこいいみたいな、人気者、そうそう、人気者みたいな、好きで、で、どうにか手に入れたいと思って、はい、うち他校だったの、その時は、そう、他校だで、うん、その時携帯を持ってなかったから、うん、あ、知らないすぎる。今小学生携帯持ってるけど、中学生携帯あんま持ってないじゃん。高校からやったんだ。笑いすぎね。笑いすぎ、笑いすぎ、笑いすぎ、笑いすぎ。で、その時は文通。わかんない。手紙だ、手紙だ。手紙なの。そう、あの文通までいかないけど、うちは一方的に手紙を書いたわけ。で、毎回その人がウォーミングアップしてる時間を狙って手紙を渡してたわけ、一方的に。で、1年間渡し続けた。最後の大会の日に、うん、携帯うちも買ってもらって、うん、あっちも持ち始めて、うん、メールアドレスももらえたの。すごい。メールアドレス。メールアドレス。LINE じゃない。LINE ならいいじゃないですか。メールアドレスが。それはそうですよ。それはそうですよ。メールアドをもらえたわけですよ。うん、で、メールで付き合うことになって、デートしたの。家に入れられたの。で、私服で登場したのね。うん、じゃあなんか違うってなっちゃって、わかる、中学校に来てそんな感じでさ、ユニフォーム、ユニフォーム着て、そうで、しかももう県大会とか思ってる、終わってるし、学校卒業してるから誰もチヤホヤしてないの、その、ただの少年、ただの少年なの、ただの少年なわけ。で、それなんかあれちょっと違うかもってなって、そのデートを機に無理ってなっちゃった。きっとこの人も何かキラキラしてる全てのシチュエーションを含めて好きだと思う。そうだね。そう、例えば学校でチヤホヤされてるとか、シチュエーションで惚れてるのもある。あー、なるほどね。うん、これはフィルターかかってる部分があると思うから。そうだよな。これなし、サオリンが言ったのもあると思う。ちょっと楽しんでるから、うん、付き合いたいけど付き合いませんっていうのは、はい、いいんだと思う、それで、うん、本当は。そう、てか、それのままで終わった
方がいいよ、今から確かに正直だ、うちもあの時、あの時の彼は部活のあの大会で終わらせとけばよかった、はい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 、一番楽しいんだね、そう、あのフィールドの中で終わらせとけばよかった、そうね、あのフィールドから出たらちょっと違った、まあそういうの大人だってもあるしね、うん、本当にいいですか、じゃあ次、はい、JP とサオリンくらい仲いい友達すぎる人と一線を越えてしまいました、うん、どんな顔で会えばいい、仮にさ、昨日さ、そういうことがあった今日だったとするじゃん、するじゃん、放送の出演者に考えていくか、え、どうなんだろう、しかもちょっと酔っ払った勢いです、何も覚えてなくて、だから気持ちとかもすごい、でも普通なふりしちゃうかも、普通なふりはするけど、まあ、一旦起きた時、普通で多分言いそう、言いそう、打ち合わせはそう、打ち合わせ、え、そんぐらい仲いいってことでしょ、そっから何かあることはないんだな、え、てか逆にみんなある、友達すぎる人とそういうことになっちゃったのか、ない、絶対ない、友達すぎる人はそんなにないかも、そもそも男女の友情が成立するかしないかで分かれちゃうじゃん、うん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 、うちはすると思ってるから、うちもすると思ってる、あ、割とする、だからうちらで言うさ、エビジャとかさ、あ、そう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 、ないね、ないね、ないね、ありそうって言われるけど、なんかそこだけはいくら酒を飲んでヤバくなっても絶対ないね、それってさ、YouTuber だからっていう心あるよね、いや、え、ない、あ、相手が、自分が、自分がっていうか関係値的に、例えば俺サオリンとこれ絶対、これ絶対大丈夫っていうのはお互い YouTuber 同士でしかもワンチームでやってます、あー、ここは、例えばっていうのも条件も揃ってサオリンは女友達になれたの、うん、俺が多分 YouTuber じゃなかったら、うん、サオリンのことを女友達として見れてるのかなとか、あー、条件が揃わないと女友達にならない、それなんでなんだろうね、シンプルにこれを考えてみたの、うん、顔がタイプじゃないんだろう、ね、そう、そう、お互い顔がタイプじゃない、お互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 い、そう、あっちもだし、こっちも、うん、シンプルに、シンプルに、うちが男の人に聞いたのは、うん、その男の人は男女の友情は成立しない派だったのね、うん、で、これって女がどれだけ意志が強いかによるんだって、うーん、男は女の子が OK な言っちゃうらしい、まあまあまあ、って言われて、本当は成立しないよみたいな、うちがちょっと、うん、例えばだけどね、うん、誘惑するみたいな、うん、だったら、はい、ワンチャンいける説あるよみたいな、あー、いやー、あるなー、あるなー、あるなー、これは、ここは本当に長そうじゃない、うん、ここはちょっとチームすぎるよ、まあまあ、正直言うと、ワンチーム、確かにそれはどうだな、ね、言ってたけど、この場合は超えてしまったから次どんな顔が、うん、確かにどんな顔がする、変顔じゃないそう、顔の種類聞いてないよ会う時の顔の種類変顔だと思う、絶対会う時サオリンと俺が次会った時のみんないんだよね、いろんな人にいろんな人にいて一発目じゃ撮影しようの時に撮影しようって、はい、じゃあ撮影する、はい、撮影する、撮影しようか、これ、なごむ、なごむの、なごむの、なごむの質問じゃないのよ、2人とも変顔すればいいんだよ、バテるだろ、でもね、なんか気にしないのが一番いいね、でもさ、これってさ、その後にじゃあもう付き合っちゃうまではいかないってことだよね、いかなそうじゃない、いかないんじゃない、なんか条件が合わなかったんじゃない、そうだよ、だから変顔してんだよ、関係ない、それ関係ない、なるほどね、じゃあもうなかったことにする、だね、うん、え、なかったことにした経験ある、友達とかじゃなくても、ある、友達とかじゃなくてもあるかもなかったことにしようはある、あ、なかったことにしようはあるよ、なかったことにしてまたその人とフラットに会える、はい、じゃあもうなかったこと、うん、でもなんか言わないよね、別に、うん、お互いそう思ってるのかな、うん、ではマジでなかったことになってるから、うん、マジで忘れてるんだ、で経験あるじゃん、うん、だから、うん、もう5年経った時とかに、うん、絶対口に出さないけど、うん、そう思ってこいつと会ったわみたいな、あー、自分の中でもなかったよ、もうない、なるほどね、忘れてんの、だから時が経てば忘れるよってことだ、そう、忘れてんじゃない2人も、あ、もうなんでやろ、なかったことになってるんだよ、ないよ、YouTuber は本当にないからね、元彼しかないから、うん、うん、本当にそういうことも可能、可能、ね、忘れることも可能、忘れることも可能、便利ですよ、本当に、じゃあ次いきます、はい、これかな、マリナちゃんの結婚式の裏話、あー、じゃあちょっとさっきちょっと話にも出てたけど、うん、その二次会がまずクラブでやったのよ、そう、うん、まずちょっと異例や、二次会がクラブってすごくない、二次会を本番でしょ、そう、そう、ね、クラブ貸し切って、まあ、みんなでおのおのバーって飲んで、そこまではみんな一緒だったんだよね、そう、そこまでは動画出てるの、二次会までは、ね、そうですよね、うん、で三次会からはおのおのなんかねちょっと分かれたんだよね、そう、で俺を知らないいや、俺1本目に入ってんだよね、
本当だ。どこどこ、本当だ。え、それっていいことじゃない？え、でも抜かないようにしてる。増えないから大丈夫だよ。え、でも結構あるんじゃない？え、嘘。1,2,3,4,5,6 そんなないよ。疲れてるのかな。ごめん、疲れてるのかな。もうやだ。最後の一言。え、なんだっけ。二次会がで、そのまま3次会はのので、3次会はまず俺とサオリンとアヤとアリちゃん一緒だったの。うん、マリナだけ別。そうそう、うちは別。そう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 。YouTuber はほとんどうちら同じ。そう、なんかマリナはマリナで呼んでる友達を、あと謎にヒカブさんとか。で、こっちが完全クリエイターを集めた。場所が1個で入るとこはなかったから分散したんだよ。で、マリナもなぜか来る予定だったのに来なかった。行こうと思ったら最初1時間だけ行くのに。でも、待たせてる人が多すぎて行けなかったもん。そうそう、全然来ない。大丈夫か、謎の的なことでもさ、渡されてさ、比べるとき、え、これどうしよう、違う、持ってこいって意味で、その前にこれ持ってこいって物質だったわけ。うちさ、これは持ってくるはずだったの。なくなってるんですよ。なるほどね。マリナも来ないし、テキラも来ないし、最悪じゃん。最悪だよ。テキラ待ちだったんじゃない。テキラ待ちだった。呼んでない人いた。え、呼んでない人いた。呼んでない人いた。ほんとに呼んでない人いた。紛れ込むと。いや、そういうの呼んだ人も付き人みたいな感じでしょ。そう、呼んでない。じゃあご飯もなくて。ご飯ないの。だから椅子で適当に。やば、セキュリティがばくない？がばいがばい。で、まあ二次会何時終わったっけ。10時半か、10時半って。10時半終わって、3次会は俺ら何時までやってた、あの回。え、でも全然やってないよね。あそこはね、やってない。2時間ぐらいはいたんじゃない。そんないた。そうね、まあそこも普通に飲んだぐらいだよね。特に大した話もしてないしね。うん、ホントに飲んだ。あんなことで話せるか。あなた普通バーテンだったもんね。バーテンだった。そうね、グラスが足りなさすぎて洗いながら酒飲んでる。やばっ。で、なんかまあいい感じに酔っ払って、アリちゃん、アヤかな、なんか急にクラブ行こうみたいな。そう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 、クラブ行こうぜってなったの。で、じゃあみんな行きますかみたいな。そう、で、シトアヤも率先して荷物を持って行こうぜみたいな。言ったら、まあうちが予約の連絡をしてるから、うちが先にそう行かないといけないと思ったからね、急いで行ったのよ、うちがね。待ってね、みんな気合入れてね。そう、気合入れて行って、で、うちの住所まで送って行きます。で、まあ席を取ってくれた、まあそこの社長さんいるわけですよ。陽気なおじさんなんですよね。で、優しい、いつも優しい、お世話になっております。そう、いまして、で、社長さんにさ、何人来るって言ってたからさ、結構な人数来ると思って。10人ぐらい、大きいやと思って、ちょっとお願いしますとか言って、今からめっちゃ来る。しかもマリナの結婚式だったんですよって。おめでたいねって。それはじゃあ特別にここの席開けといたからって言って、もう DJ ブースの真横のリップもう、しかも土曜日の夜だから、みんなそこを撮りたいから、こんなところがポカンって1個だけ空いてるから、どんなやつが来るのかって言って、時間帯もいいし。そうそう、あっちのいる人たちはさ、こうざわざわしてるわけ。まず来たのがうちら2人。その社長さんも「テキーラ入れちゃうよ」って言って。しかもその社長さんが誕生日もうそろだったんで、そうそうそう、重なったのよ。お祝いだから。うちら2人しかいないんだけど、その時はいろんな、なんか派手な格好をした女の人が1800っていう声のを持ち合って、こうやって光ってこうやっているんだけど、そこのテーブルにうちとあやとその社長さん3人でやって、全然マットとクラスと来ないんだよね。みんなうちら巻かれたの。え、だいぶ来なかった。途中でトーアとガードマン来たんだけど、あ、ジュキヤも来た。で、もう本当にものの10分ぐらいで帰ってって。そう、まさか他の人が行かないなんて思わなかったの。みんなそんなに一致団結したんだ。そう、で、実はそのカイ君とかをこっちの会話に誘ってしまったから、カイ君たちと違うとこ行こうと思って、マリアちゃんの方に行こう。まあ確かに。で、まあみんな行くし、うち一人ぐらい来なくてもまあ大丈夫でしょって思ってたのよ。まさかのみんなそう思ってたんだよ。まさかのみんな行かないっていう時代に。なんでってなって。で、JP もね、外でたまたま会って帰ろうとしたの。でも帰ってたよね。3次会行かず帰ろうとして、あ、4次会か、帰ろうとしたから、一緒に連れてマリアちゃんの方行ったんだよね。俺とサオリはマリアちゃんの方行ったの、4次会で。で、4次会でアリちゃんとアヤはセラビに行ったの。で、俺、2人で。で、俺らは4次会終わりだよね。あ、うちその次も行ってる。5時間まで行ってる。しかもマリアちゃんの友達と。マジ、あれからまだあったの。あった。やっぱ。あそこで、とうは
場に合流したの。え、え、セラビ行ったよねみたいな言ったら、あ、行ってないみたいな。うん、で、バックレたじゃないけど、うん、分散して、みんな結局行ってないっぽいよねっていうので、めっちゃ笑ってた。うん、うちはマリアちゃんの友達と行った。いや、誰と行った？うん、初めましての。ほぼ初めましての。えぇ、そこ行くみたいな。カラオケの選曲が合うから連れてったら。そうなんですよ。で、アリちゃん出てたセラビの後どうなったの？歌舞伎町行った。やばそう。で、二人で？そう。うん、で、歌舞伎町どこで飲んだの？バーで。バーで飲んで、うん、超平和に飲んで、うん、しかもヘラヘラのチームと。ああ、そうか。ヘラヘラのスタッフチームのところに合流して、うん、ね、帰った。帰った。ああ、普通に、普通に。何にもなく。え、結果何時だったの？帰ったの。あや、5時とか。うわ、結構行ってるね。行ってる。俺3時半だよ。早っ！家着いたの。あ、そうなの？4時会、うん、もう途中で抜けてるからね。うんうん、抜けてる。確かに、うん、でもその5時からまた東亜に誘われたから。そう、俺も来たわ、東亜から5時に電話。うちも来た。ああ、みんな来てるかも。うちも来たわ。だから割と早く、うん、っていうわちゃわちゃがありましたね。わちゃわちゃで、ね、面白かった。面白かったね。ストーリー楽しかった。次のストーリー面白かった。ネタに、え、2人しかいなかった。本当だよ。アリちゃんが踊ってるみたいなストーリーがちょっと面白かった。でもあの酔っ払ったから楽しかったよね。うん、そうそう、しかも気温最高だったし。そうそうそう、だからそれが良かった。夏準備って感じ。夏準備した。夏準備したから。夏準備とりあえず日が整えてた。よかったじゃん。じゃあ結果、結果オーライ。そうね、結果オーライって感じだったから、はい、じゃあ次行く。質問。歯医者に恋したけど、すでにいつも口の中と鼻の穴見られてるし、タイミングもわからなくて困る。うわ、これ、確かに。歯医者さんにさ、ってか、あ、口開けてさ、うん、めっちゃイケメンだから、かっこいい先生だったってことですか。ああ、そういうことか。あ、え、でも逆に言うと、歯医者さんの女の子、歯科衛生士にはちょっと心開きやすい。なんで？全部見られてるから、話す、よく。どうやって話す、口開けて。あ、いや、そう。けど、そのなんか心開きやすい。全部見られてるから恥ずかしくないから。歯科衛生士さんと一番仲いいの、その通ってる系の中で。え、ナンパしようとしてるってこと？してない、してない。何話すんだ、何話すんだ、そんな。何話すの、まあ、質問されしていただいてか。でも、あー、歯多いですね。質問じゃない、あっち側の問題だ。あっち側に解決するものだ。それこそさ、オイルマッサージのお姉さんとか。あ、もう見られてる、もう結構見られてる。脱毛、あー、脱毛ね。いや、女子から言う口の中とか鼻ってだいぶ恥ずかしいんじゃないの。正直脱毛よりもどうなん、どうなん。いや、好きな人に口の中と鼻を見られる、これ見られてるし、好きにならないかも、その歯医者さんとか。先に恋して見られるのは嫌だけど、うん、もう見られてて恋することはないってこと。でも歯医者さんに恋、わかんない、みんなありますかっていう。俺も男だから基本的に治療してくれるの。ないね。相当かっこいいんだろうね。うん、うん、じゃあ次。匂わせする人ってどう思いますか。あー、はいはいはい、これさ、匂っちゃったパターンはない。匂い、嗅ぎに行ってる方。うん、だし、その匂わせとかじゃないけど、プレゼントもらったのつけてたらたまたま一緒だったとかさ。匂わせようと思った写真じゃなくても匂っちゃう。あるよ、だって、だいぶ一緒に生活とかしてたら。そうだよ、そうだよね。そう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 、匂っちゃう。そうだよ、ね、一緒になっちゃうじゃん。うんうんうん。あと、気になってる人だから気になってるのであって、うん、世間の人は気になってない可能性もある。ああ、そうね、そうね、そうね。よく見たらっていうのは仕方ないなと思うけど、ね、空の写真とかね。うん、そううちね。全然会ったことない人とたまたま同じ場所で写真を撮ったすごいよね。知ってるじゃん、知らない、やばいよ。え、本当に同じ場所で夕日が綺麗だったから写真撮ったの。うん、そしたらホストの人も、うん、同じ時間帯、しかもたまたま有名なホストの人だった、うん、そう、人気なホストらしくて、うん、で、その人と気になってると思われて、うん、写真を比較されて全く一緒、全く一緒。でもちょっとあっちの方が、まあ、日の落ち方は違う、そうけど場所が一緒すぎて、うん、へぇー、偶然もあるわけじゃん。そう、偶然の、すごいすごいすごい。これがもし、例えばアイドルの男の子とかだったら、うん、多分相当叩かれてる、うん、ね、叩かれてるね、うん、確かに。でも本当に偶然だからね、うん、っていうパターンは全然あると思う。嗅ぎすぎてるのもあるよ。あるあるある、それは。じゃあ、iPhone ケース一緒とか、うん、そんなん全然あり。あと、みんな持ってる iPhone ケースとかあるし、うん、あるな、あるな。でも逆にさ、匂わせする、本当に匂わせ自分からしてる人も知り合いにいるでしょ、きっと。いるね、いたね、いるね。そういう人たちはなんでしてるの、それは分からない。あれはなんでしてる、承認欲求でしょ。承認欲求、キャッキャッキャッ。え、それってやっぱあっちがすごくてとかなの、なんなの。あと、取られたくないから私のものだよっていう風に
こう見せたい、あっちがすごいパターン、マーキングってこか、うん、で相手がすごくなかったらさ、匂わせてする必要なくない、うん、確かに、あーね、確かに、そっか、自分よりも相手の方がすごい人で、ちょっと自慢したい、うん、あー自慢ね、こんなすごい人と付き合ってる、まあ、そうだよね、だね、完全にそれだと思う、なるほどね、じゃあ最後の質問、元彼のことを忘れる方法、見返す方法はありますか、元彼、元彼の見返されたなって思うことある、ない、だって彼女いない、ない、彼女いないから、できたことない、見返す方法、見返す、復讐か、見返すね、それこそさ、マリナさ、うん、元彼にさ、最初 YouTube 始めるときにさ、うん、結構前の元彼で、うん、大反対されてさ、うん、20万人いかなかったらパソコンぶっ壊すみたいなことだったっけ、なんか、超馬鹿にされてた、 YouTube を始めることに対して元彼に、今もう 見返せたなって感じじゃない、まあそうだ、今それで言うとそうだね、仕事で見返すとかじゃない、仕事か、幸せだったら見返せてそう、自分よりいい男と付き合ってるとかとかね、はいはいはい、幸せそうにしたい、仕事がうまくいくとか、うん、見返したいと思う、逆に別れ方にもよるよね、よる気がする、でもさ、最初の方はさ、見返してやるって思ってさ、うん、ちょっと好きな気持ちもあるからさ、うん、その反動で頑張るじゃん、うん、でもさ、だんだん時間経つにつれてさ、気になんなくなってさ、くそどうでもいいから、そうそうそう、最初だけなんだよね、なるほどね、まあ、最初だけ、別れたてなのかね、別れたてなのと思うよ、これは、だって忘れる方法って言ってるから、うん、だから見返すために何かを頑張ってれば自然と忘れると思う、ああそれは確かに、マジでそうだ、それで忘れるし自然と見返せてるよね、きっと、うん、忘れることが一番見返す方法なんじゃないかな、うん、気にもなってる、確かにね、相手のことを気にしなくなることが一番の見返す方法、うん、確かに、眼中にないって言われるのが一番傷つくもん、ね、そうだよね、お前の元から結婚したらしいよ、うん、へぇあーあーあーの方がちょっとショックじゃない、確かに確かに、それはそうかも、そうだね、うん、あとはもう可愛くなるとかかっこよくなるとか、そうだね、磨くことだね、なるほどね、これいい答えでたね、見返す方法は忘れることだね、そう、忘れすごいことだと思います、はい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 、というわけで、はい、質問を答えていったんですけども、はい、中町兄弟のチャンネルの方も概要欄に貼っとくので、はい、よかったら皆さん見てみてください、お願いします、またね、じゃあね、バイバーイ、先生。